はい、こんばんは。今日はですね、なんと明日1年半以上ぶりに男性とデートに行くということでね、ちょっとその前日のスペシャルナイトルーティンを紹介したいと思います。まず帰ってきて速攻アルコールでね、手でゴシゴシした後にこのなんかスプレータイプのアルコールでなんか持ち物にね、ぶちまけます。なんかカメラに映ってないんですけど、なんか髪の毛とかね、服とかにも、はい、ぶっかけます。でその後に甘酒を飲みます。うがいはしました。うがいはした後に甘酒を飲みます。甘酒はね、もう本当に好きじゃなくて、もう美味しいっていう人の意味がわからないんですけど、なんかまあ肌にもいいし、まあ体にもいいし、なんか肌にもいいしみたいな感じでね、夜に飲んでます。なんか夜に飲むとね、太るっていう人もいると思うんですけど、なんかまあやっぱり夜に飲んだ方が次の日のね、肌の調子もいいかなっていう感じがするので、はい、もうねカルピスとね混ぜて飲んだりしてます、本当に無理な時は。でその後にお風呂なんですけど、なんかね私朝風呂派で、夜はね体しか洗わないです。はい、ちょっとね、汚いかもしれないんですけど、でもね最近のシャンプーとリンスはこんな感じです。めっちゃおすすめです。そしたらね、歯磨きですね。ちょっと順番おかしいんですけど、歯磨きします。この歯磨き粉はなんか、Amazon で海外のもの、なんかホワイトニングがどうじゃらみたいな感じで、なんか3パックぐらい入ってて、お得かなと思ったので、これをね、使ってます。で、そしたら化粧落としですね。化粧落としはね、ずっとこのラゴム使ってますね。めちゃくちゃやっぱいいですね。なんか朝用洗顔って歌ってるらしいんですけど、なんか、別に化粧落としとして使ってますね。結構落ちるし、ちゃんと、なんか肌にもね刺激が少なくって、私もね敏感肌なんですけど、大丈夫です。はい、でこんな感じで次洗顔ですね。洗顔は、なんだっけ、これゼオスキンですね。ゼオスキンを使ってます。なんか肌荒れしてる時とかにもね、すごい、いいですね。さっぱりしてて。はい、こんな感じでスキンケアは終了です。はい。今洗顔猫の尻尾が入ってる。化粧落としをして洗顔をしてきたんですけど、今ねまだ化粧水とか何も塗ってないんですけど、最近ねシワっていうか、シワってちょっと言いたくないけど、ほうれい線とかニキビ跡とか気になってて、超大事な日の前日とか週3回ぐらいちょっとやってるマスクがあって、こちらのねカレントボディっていうねマスクなんですけど、これはね化粧水とかやる前に素の肌に対して直接このマスクをすることで効果もアップするらしいので、私はその洗顔をした後にいつもねやるんですけど、なんかねこれね前々からなんかで見て気になってて、ハリウッド女優とか使ってるみたいな結構書いてあってて、そういう皮膚科とかで LED の治療とかもやったことあるけど、家でやったりできるんだと思って、気になってはいて、2週間前ぐらいから使ってるんですね。なんか私ねここにねシミがあったんですけど、それがだんだん薄くなってるのが実感して、ニキビ跡潰しちゃう癖があるんだけど、それもねだんだんちょっと薄くなったりとかして、肌のキメがね全体的に整った感じがして、なんか効果が実感できたのでシェアしたいなと思って、みんなにね、まあぶっちゃけその年齢はね公表してないんだけど、20代、半ばだし、高いスキンケアとかでもいいと思うんですよ。もう全部もう高いものでもまとわりつけてみたいな感じでもいいと思うんですけど、皮膚科とかで治療を受けたりとか機械とかに頼ったりとかも、この20代半ばとかになったら大事だと思うんですね。そういうのに最近はねお金をかけるようにしてて、10代の子とかはぶっちゃけ早いと思います。早いと思うけど、エイジングケアをしたい方にはすごいおすすめのマスクです。まあ実際ねちょっとつけてみますね。私はねこのハイドロゲンフェイスマスク、これをね最初に顔に貼っつけて、その上からねマスクをするんですけど、マスクをしながらやるとなんかより効果的らしくて、もうこのトロットロのマスクね、これをなんかマスクって言っても普通のねパックがじゃなくて、わかるかな、このトロトロな感じのやつ、これをね1年半ぶりの男性とのデートなので、これはねちょっと気合を入れなきゃね。まあね毎日は私やらない、こういうのって週3とかくらいでやった方が効果的だと思うので、疲れてる時とかはやんないですけど、大事な例えば撮影の前の日とかもそうだし、基本は週3でやってます。これをこうやってつけて、もちろんこのマスクなくてもいいんですけど、私はこのねパックやった方がいいので
これのパックを貼り付けてから、そしたらね、もうこれよいしょ、こんな感じでね、これをね、こうやってつけたら、これがあるからね、これをピーって押すと、すごくない？これで10分放置します。私はね、この間にもゴロゴロしたりとか携帯いじったりとか適当にいます。ちょっと最近の恋愛事情の話をしようかなって思うんですけど、そのね、最初に言った通り、マジで1年半以上ぶりのデート、2人でご飯に行くみたいな、本当に1年半以上ぶりなの。なんかその韓国で、なんかその最後行けなくなってから彼氏いないから、それを見かねた友達がちょっとね、紹介するよみたいな感じで、さんさんの飲み会みたいな開いてくれて、そういうの久しぶりだから楽しみだなと思って、まあ行って、そしたらまあ一人はその知り合い幹事の男の子で、でもう一人がなんかまるで私のタイプではない優しそうな人で、あの優しい人好きなんですけど、顔がもうまるでねタイプじゃなくて、でそのもう一人、最後の一人がかっこいいし背も高いし、あれみたいな、ちょ韓国っぽいなみたいな人がいて、まあ別に私顔で選ぶタイプじゃないんだけど、やっぱりなんか人ってさ、その最低限の好きな顔とかキュンとする顔ってあるじゃないですか。久しぶりになんかちょっとかっこいいみたいな思う人がいて、でまあ性格とかもいやいや参加してる感じ、なんかその遅れてきたんですけど、女の顔とかも確認せず、なんか恥ずかしがってるじゃないけど、すごい人見知りなんですよみたいな、そういう系で、私そういう人大好きだから、あいいじゃんみたいになって、飲み会慣れしてない感じがめっちゃキュンってきて、まあその時点で好感度アップで、なんかまあゲームとかいろいろやったりとかしてても、いまいちね笑ったりするんだけど、女の子と目合わせないみたいな感じで、そういうのとかもめっちゃいいなと思って、その時はもう健全に終わったんですよ。普通にみんなで LINE 交換してみたいな感じで LINE グループ作ってみたいな、けど2週間ぐらい別に連絡なかったんですね。個人的なグループ LINE とかはたまに動いてたけど、個人 LINE とかが来なくて、あだから別に私に興味ないんだなみたいな感じでいたら、3週間ぐらい経った時に、お久しぶりです、なんかずっと連絡しようと思ってたんですけど、こういうの慣れてなくてみたいな、あちなみにその人何歳だったっけな、3つぐらい下で、まあまあまあで、あ全然全然みたいな、お久しぶりですみたいな、でまたなんかまあ今度みんなで遊びましょうよみたいな、で私そのなんか別に例えば好きな人とかできても、なんか2人とかでいきなり遊びたくない人なんですね。みんなで楽しくワイワイして、そっからまあ2人になるなら2人になるでいいしみたいな、最初から2人でなんかご飯行ってみたいな、本当に嫌いで、遊びましょうみんなでみたいな、みんなでをめっちゃ強調して、あもちろんみたいな、みんなで遊びましょうみたいな、向こうも来て、でなんか2回目にその、まあ、みんなでね交流があって、またその同じメンツでまあその飲んだりとかしてて、でもなんかそういう手出してきそうな雰囲気もまるでないし、別にそれも求めてないんだけど、手出してきそうな感じとかしてきたらもう一瞬で冷めちゃうから、まあ、それも良かったなと思って、で2回目も健全に終わって、まあ、そんで3回目ぐらいの時に今度2人で遊びましょうみたいな感じになって、おーまあまあ3回目だし、まあ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 、まあ、みたいな、私もまあちょっと興味持ってきたし、2人でいてもまあ苦じゃないかなみたいな感じが明日なんですね。あのね SNS もやってないから、私のその職業とかも言ってないし、もちろん YouTube やってるとも言ってないから、そのこの話をねしてるっていうのはね多分ね分かってないと思うんですけど、もう絶対バスなよって他の人に言ったので、この動画を見られることは多分ないんだろうけど、まあ見やしたらマジで恥ずかしいよね、この格好で普通にその人のことペチャクチャ話して、まあ、それが明日っていうことで、ちょっと水炊きを食べに行くんだけど、明日デート1年半ぶりじゃんってなって、まあでも何があるか分からないしね、世の中女の子っぽいこういうなんていうの準備とか、なんかこういうワクワクとかが楽しいじゃん。デートの数時間前とか一番楽しくないって思う。スキンケアちょっと頑張ったりとか、そういう時間がね楽しいから、まあね、でも私もその人のことまだ別に完全に好きじゃないし、例えば告白されたとしても、いやちょっと考えさせてっていうレベルだから、まだまあでも別に嫌いじゃないし、顔は好きだし性格が好きだし、周りとかから聞いても本当に遊んでないっぽいから、その純粋な人が好きだから、それはねすごいいいなと思って、マジでちょっとやっぱ緊張しますわ。でもなんか2人にならなきゃわからないことってあると思うから、ずっと無言とかだときついしね、結構気使っちゃうタイプだから、何話したらいいんだろうみたいな、気まずいよね、普通に友達呼んでいいとか言っちゃいそう、ちょっと今から前のメンツ呼ぼうよみたいな言っちゃいそうだけど、頑張ってくれって感じ、人任せ。
ちょうど終わりましたわ。てな感じで、ね、これを取って、ただいま、うん、めっちゃもっちり。なんかさ、トーンアップしたの分かる？いやー、ちょっと気合い入れてるからね。でね、今ね、このカレントボディがなんか期間限定でセールしてるみたいだから、概要欄をね、気になる方は覗いてみてください。そしたらね、この後は普通に自分のね、好きなようにスキンケアをします。そしたら豆乳イソフラボン、あー、もうなくなってきちゃった。ミスト化粧水、やばい、買わなきゃ。これね、ほんとなんか最近ね、またなんか昔使ってたけど、最近ね使い始めたけど、久しぶりに。やっぱコスパいいし、めっちゃね、なんかその風呂上がりとかにバーって吹きかけたりするだけでめっちゃもちもちする。美容液、やっぱね、ちょっとね気合い入れてるから、あんまりね普段毎日使わないんだけど、このねクリスティーナのなんだっけ、これテラスキン、これをまあちょんちょんちょん、これはね、私もこれも週3回くらいかな、そのマスクをしたタイミングとかでやったり使ったりする、うん、なんかね、すごいいいものは私なんか毎日使いたくないんですよね。なんか毎日使ってるとその効果が薄れちゃうかもしれないみたいな、そういうなんか概念があって、やっぱそのたまに使ってから、たまに使ってからこそ効果を実感できるみたいな、なんかそういうね、自分なりのなんかそういうのがあるから、うん、週3回くらいで使ってる。ほら、めっちゃもっちり。マスクからのこれはね最強で、そしたらクリーム、最後にミルクタッチのもの。今暑いけど、そんなになんかベタつきもなくて、うん、なんかまあ、保湿してくれるけど、うん、ベタベタしないからすごいね、いい。これで蓋をしてスキンケア終了。いい感じ、わかるかな、この感じ。よし、これでまあ一通りスキンケア終了したので、普段ねやっぱりもう夏だからマッサージとかねちょっとめんどくさくて毎日はしてないんだけど、次の日がデートっていうことで気合を入れてね、こちら、これもね前紹介したかなって思うんですけど、もう私がねすごいお気に入りのボディクリームで、まあちょっと足して足をね、足がね今むくんでるからね、まあゴリゴリして、最近ね、あの足裏マッサージ行くのにハマってて、週1ぐらいであのゆきらさんとねタッカンマリを食べに行ってるんだけど、そっからのマッサージっていう流れがもうマストで、最近タッカンマリ食べてからの足裏マッサージ行って、そっからまあ家に行ったりとか、それがね最近のルーティーン、週1の。本当にこれいい匂い。明日、これ朝、これをね、体にまとわりつけて、男に会いに行こうかなっていう感じのレベルのいい匂い。私、あんまり香水香水した匂いが好きじゃなくて、多分ね、こういう石鹸みたいな匂いの女が多分一番モテるんだろうなって思う。そんな感じの匂い。ちゃんと両足をしっかりマッサージして。こんな感じでね、あとやり残したことはないかな。足もマッサージしたし、顔もたくさん時間とお金をかけたし、まあ日割りにしたら安いからね、いいのいいの。こんな感じかな。これであとは8時間睡眠をとってしっかり寝て、明日に備えて頑張ってきます。ちょっとねまたね、あの報告しますね、どうなったか。多分付き合うことになってでも言うか言わないか分かんないけど、多分私の反応を見てくれれば分かります。まあ逆にそのちょっとなんかダメだったんだなとか、あんまりあれ良くないなみたいな感じの時はすぐに言うので、まあどちらにせよちょっと報告するので、続編を楽しみにしててください。ちょっとね今日は私は早めに寝ます。今ね夜中のね1時15分なんですけど、今からちょっとしっかり寝ます。それではおやすみなさーい。